皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。とりあえず掘削は置いておいて、あのピラーとかいうものを破壊していくよ。どうしてそうなった？あれがいると作業に集中できないんだよ。理由になってないような気もするが。とにかく撃破するのよ。着いたみたいだな。確か赤いモンスターが出現するところだね。作戦として背景が変わる場所で戦うよ。相変わらず雰囲気がすごいところだぜ。うん、湧き始めたね。一掃していこうか。マリサ、私気づいたことがあるんだけど。何をだ？このワーム種のことなんだけど、なぜか地面に降りるとおとなしくなるんだよね。そうだったか？おい、張り付かれてるぜ。ほら、やっぱり空を飛ぶと凶暴化するんだよ。あ、モンスターからビームが出なくなったよ。ビーム？モンスターを倒すと一直線にどこかへ飛んでいくんだよね。多分ピラーと何か関係があるんじゃないの？とりあえず行ってみるか。どこにあったっけ？確かダンジョンの上空にあった気がするぜ。く、またワームしか。確かに目標を見失ったみたいになってるな。今のうちにピラーを破壊してしまおう。お、あったあった。また張り付かれてるぜ。なんとか大丈夫だったよ。あとはこの槍で破壊するだけだね。あっという間だったな。よし、これで二つ目だね。あといくつあるんだ？マップ見てみたら、あと二つあったみたいだよ。マップに表示されてたのか。よし、次のピラーのところまで行こうか。今度は西側にあるんだな。うん、微妙に嫌なところに現れたよ。なんだそれは。見ればわかるからこのまま行くよ。相変わらずのトロッコ移動だな。まあね、こっちの方が楽だし。でも、スピードは考えものだけどね。で、あとどれくらいで着くんだ？もうそろそろだけど。着いたよ。ここかよ。背景の色に合っていてなんだか面白い感じになってるよ。これ、戦いにくいんじゃないのか？どうなんだろう。地形的には闘技場に近い感じになってるんだけど。この切れ目の場所は戦いやすいかな。ホーミング系の武器なら結構当たるし。何より攻撃が飛んでこないし。なんか、一方的だな。ピラー戦も聖地すれば戦いやすいのは一緒みたいだね。これが聖地と言えるかは微妙だけどな。好奇心で外に出てきたよ。ここのモンスターは厄介なのがいないな。うわ、ピラーに幕が張ってある。なるほど、モンスターを倒すとこれがなくなるんだろうな。どのくらい倒せばいいんだろうね。それはビームが出なくなるまでだろうな。しばらくここで戦ってみようか。結構倒さないとダメなんだね。おお、幕がなくなったみたいだな。よし、あとはこれを倒すだけの簡単なお仕事だよ。その割には周りのモンスターが張り付いてくるな。ちょっと距離を置こうか。一気にモンスターが増えた気がするぜ。それでもなんとかいけるはず。なんか全然減らないな。剣で処理してみよう。よし、このまま一気に行くよ。これで三つ目だな。残りはあと一つだよ。よし、最後のピラーに行こう、と思ってたんだけど。ああ、見事に空中浮遊してるな。これ、モンスタースポーンするのかな？ギリギリ地面のあるところにスポーンするんじゃないのか？とりあえずやってみようか。そろそろかな。これならちゃんとスポーンするな。背景はピンク色なんだね。色は綺麗なのにモンスターは独特だよな。そうだね、エイリアンというかそんな感じ。これ、結構時間かかりそうだな。でも、空中スポーン以外なら左から来るし、対処は楽かな。まあ、左向いて攻撃するだけだしな。というわけで、ここでやってみましょう。コメント返信のコーナー。なぜこの場面で来るんだよ。戦闘だと時間がないの。うぽつコメントありがとうございます。また顔文字が変になってるぜ。顔文字に使われる文字って独特でよくわからないの。iOS 版ね。興味はあるんだけどやってない。
って感じだぜ。気が向いたらやってみようかな。やっぱり一緒なのかな？モンスターのいるいないもあるんだろうな。なんかホースマンブレードってすごいらしいね。試したこともないしやってみるか？うん、また今度にしておくよ。フロストムーン攻略は？やっぱりスペクター装備とかがいいって聞くけど。とりあえず聖地とかで調整しないと無理かもね。いいよな魔法は。華やかだし。そうですね。魔法の手錠使えばって言ってるし。この世界にはないから使わないだけなの。やっぱり武器は近接だよね。うん、まあ霊夢がそれでいいならいいけどさ。ありがとうございます。うちの饅頭たちは基本的にはいい子たちばかりです。基本的には、ね。基本的にって何や？たまにはいいと思います。たまにっていうレベルじゃないだろ。いいじゃない？ほら、今掘削してるし。ピラー戦してなかったか？なるほどな。これなら今度試してみようかな。うまくいくといいな。多分そうなると収集つかないんだよね。まあ、霊夢だもんな。何よその言い方。赤色ピラーはそんなに大変じゃなかったかな。緑色とか青色ピラーもそれほどじゃなかったぜ。背景の変わり目で少しずつ倒してたからかもしれないけど。ナースいないと死ぬんだってさ。じゃあ私はその 10% にかける。なぜ素直に使わないのかね。そうだね、倒せばあれが使えるんだよね。果たして霊夢に倒せるかどうか。なんとかなるわよ。なんとか。そういえば、ピラーからドロップしたアイテム使ってないな。いろいろ作れるんじゃないか？今度作るよ。バックアップはいつもしてるからまあ大丈夫かな。まあ、ブロック削りの宿命だな。データ吹き飛ぶほどの精神攻撃はない。どうだろう。何があるかな。やっぱりアイスミミックの魔法剣とかが手頃じゃないか？そうかもね。死神の鎌は調べてみると 2.5% だったよ。パソコン版のデータだけどな。ほら、マリサ、助けを求めてるよ。何に対してだ。うん、私もそう思うよ。なぜ本音を吐き出すかね。掘削作業より戦闘してた方がいいに決まってるでしょ。形が好きな武器？ね。シンクで取れる槍かな。なんか微妙なところ行ったな。見た目はすごく好きなんだけど、序盤の武器だしね。よし、罰ゲーム。ちょっとなんで私なんだよ、ちょ、何するんだ。はい、オープン。またこれか。なんだろう。この違和感。なんだか面白そうな匂いが。適当に調べてみると面白そうなゲームだったぜ。いつかしてみたいね。いつか。公開はしてないかな。まあ、あと半分以上残ってるけどな。以上コメント返信のコーナーでした。これ、直してくれるか？はいはい。だいぶ時間がかかったけど、そろそろかな。うん、突撃するか。やっぱりスポーンしないのかな？そういえば、右側からは全然来ないな。うん、あったね。じゃあ、サクッとやっちゃいますか。簡単な作業だな。そういえば、ピラーって攻撃判定やるのかな？そもそもモンスターなのか？その割には攻撃してこないし。体力2万もあるのか。ボス並みに大きいしね。じっくり見てるとだんだん芋に見えてくるんだけど。確かに地面に埋まってたみたいな感じはあるけどさ。ちょっと触れてみよう。ダメージはないのか。背景扱いなのかもね。じゃあ、さらばだ。よし、全部やっつけたよ。これからラスボスが来るらしいんだが。すぐには来ないのかな？というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。勝てるといいな。なんでいつもフラグ的なことを言うのよ。いいじゃないか、そうじゃないと面白くないだろ？そういうので私の心を揺らさないでくれる？で、そんな装備で大丈夫なのか？まあ、初めて戦うわけだし、そのまま戦うよ。助言とかもいろいろあっただろ。
確かにそうだけどさ、ファーストコンタクトは大事なのよ。変なこだわりだよな。とりあえず、初見なりに抗うのが礼儀ってもんよ。はぁ、まあ、わからんでもないが。いやぁ、この緊張感がたまんないね。それも回数を重ねるごとになくなっていくんだろうな。今を楽しむのが大切なのさ。そうだな。幸運を祈ってるぜ。